それやるんじゃないですか。大クラッシュ。いい絵撮れてんちゃいます。撮れてますかね。あ、おつ、おつ。はいはいはい。今ね、あの続きね、バッテリー交換してるんですよ、ね。バッテリー交換ですかね。はいはい。あのバッテリーを譲ってもらったっていう動画もまだ上げてないのにもかかわらず、はい、なんかね、はい、このバッテリー変えてますけど。はい。はい。これでもボツさん鮮度落ちたこれにね。そうですね。上がる動画になる。はい。じゃあこれ恒例のね、ついに。違う違う違う。はい、ボツさん。はい。飛んだんすか。練習しすぎて飛んだんすか。飛びました。飛びました。うわ、もうですね。はい。飛んだんですか。今ちゃいます今。今ね。はい。クラッシュしたんですよ。クラッシュしますね。はい。じゃあ続きなんで。はい。鬼ごっこ。鬼ごっこの続き、こんな感じで。はい。ケツをつついたらケツでこう。ほんで、はい。こう一回転してドンみたいなだったら、はい、こうと思って。これどっちかどっちですか。点ガーナしないですね。これでもかっこいいですよね。正面向いてこういうんですか。どっちが動くかによるしね。ああ、なるほどね。まず睨み合いからでしょ。さっき動いた方が負け。フィジカルスペル。カメラ大丈夫ですか。カメラは大丈夫ですよ。カメラ大丈夫ですか。アプリでね。はい、いい絵撮れてんちゃいます。いい絵撮れてたらいいですね。これね、下向きすぎかな。大丈夫、大丈夫。はい、じゃあ、はい、大丈夫、大丈夫、はい。撮れてっちゃいます。撮れてますかね。これね、何が言いたいかっていうと、はい、初心者用のこのタミヤ、はい、ボディ、はい、すごい丈夫。あ、その検証、そうなんです。もう兼ねて。はい。はい。で、ボツはタミヤから案件欲しいんですよね。欲しいですね。粘るんでね。そうです。これ、はい、ボツさんはもうこのタミヤの TT で粘るんで。粘りますね、これね。こんだけ楽しいですか、ね。楽しいでしょ。はい。これ逆に今みたいな遊びに使った方がおもろいかもしれない。そうですね。どんだけ丈夫かいですね。これ考察割に1年間ぶつけ続けますか。それでね、潰れてへんかったらすごないですか。そうですよ ね、こうあれですよね。この側はしゃあないんですよね。側は一緒でしょ。側っていうか、はい、なんていうんですか、ボディ、ボディっていうんですか。ボディもタミヤ、ボディも、はいはい、でそのシャーシも上ベーシ、はい、そうですね。ボディも上ベーシ、はい、
まあ、でもボディはやっぱりねちょっとずつどっか割れてきたり、はい、でね、このとこ今みたいにね、はい、タミヤとタミヤ、TT と TT、TT と TT がぶつかっても、はいはい、多分そんなに傷とか入ってへんと思う。まあ、小傷はついてても、はい、クラッシュほどではそうでしょ。でさっきからねこれ僕ら足にね、はい、当たったら痛いかなと思うでしょ、はい、意外に痛ないんですよね。意外にこれ柔らかいからこれ、ね、意外に痛くないんですよ、はい、特に後ろなんか、はい、全然痛ないんですよね。全然痛くないです、はいはいね、この中いうんですか、はい、これが当たるとさすがにね、はい、ちょっと痛いですけど、はい、これはね、これは全然ね、はい、どっちかというとさっき多分この辺が潰れてくる。あ、そうですね。はい、ね、はい、はい、ちょっとなんかあれですね、はい、部屋にクッションがなんかつけんとあきませんね。そうですね、はい、これがねどうなんですか、まあね、つぶつぶの方がいいんですか。いやでもね今いい感じでしたけどね、楽しいぐらいで、ええ、そうですね、はい、これでじゃあちょっと演歌機っていうんですか。演歌機真面目にやりましょうか。真面目にやりましょうね。はい、はい、あ今から今から真面目にやりましょう。今からですか。はい、またこれこのええ何話しますか。何話しますか。はい、ワンピースのワンピースではないワンピースじゃないですかこれ、はい、いやこれ僕のも跳ねとくんでじゃあゆくゆくはね、さっきと言って、はい、どういう人ね、かっこよく、はい、あじゃあもう一回改めて、はい、ボディボディ紹介しますか。ボディ紹介します。これやけど、これ元オサム号の。そうなんですよ、はいはい、ちょっとこれどうですか、プチカスタムみたいな、なんか方法ないですか。これね、あカスタムね、もうやけどね、こうウィングつけるとか。あウィングはね、売ってるんですか。あとね、誰やったかな、ケンコバさんのウィングが、はい、余ってたと思うんですよ。マジですか。でね、はい、ここ穴開けたらつけれるんですよ。あ本当ですか。はい、はあはあはあ、でねもう一個言うとね、はい、これおさむさんの後付けで、まあ、タミヤのなんですけど、はい、この LED キット入れたんですよ。あ、こっちの方がなんか青白くないですか。こっちのおさむさんのやつの方がこっち白でしょ。あそうですね、こっちちょっとあの紫がかってる。あはいはい、ね、これはライトが違うんですか、それともプチカスタムちゃうんですか。これマジですか。これかっこいいでしょ。かっこいいですね。ちょっと電気消してみます。電気消してますか。はい、もう一個消してみますか、はい、あかっこいい。めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい、かっこいい。真っ暗にしますか一回。はい、あんま変わらないですか。はい、はい、じゃあつけますか。はい、ああいいじゃないですか。だから
じゃあケンコバさんに今度会った時ウイングもらってきとくんで。あ、わかりました、はい、はい、ちょっとおねだり。あれね、かっこいいですよ、ケンコバさんのシルバーのウイングでね、はい、ここ何気にかっこよかったんですよ、つけた時に。へえー、意外にね。はい、それもう撮ったんですか？撮ってます、ケンコバさんウイングレースで行ってるんで。あ、そうなんですか、それいらないんですかね、はい。あ、多分あの、ほんま、あ、オサムさんも売ってないと思うんですけど、多分オサムさんのここにつけるって言うとったんですけど、ええ、穴開ける前に、はい、オサムさん乗り換えちゃったんで。あ、じゃあちょっと、ケンコバさんの番組を紹介する代わりに、はい、ちょっと、お、ごめんくれと。はい。はい、ね、あんま大した効果ないかもわかんないですけど。あの、逆や逆って言われるかもしれないですね。そうです。勢いで言ってた。俺が出たんねんやってケンコバさん言うかもしれない。そうです。ありえますね。ね、っていう動画でした。はい、はい、ありがとうございました。